ですね、はい、まあ、その重要性を訴えられて、うん、はい、そしてこの国家主権というのは、先生のご説では領土と、はい、それから国民と、はい、それから統治法律ですね、統治機構ですね、統治機構ですね、はい、そしてこれを、守るために自衛権というものが必要であってですね、そしてこれを憲法に、明記するのが本来の国家の役割だと。そうです、ところがその日本の憲法ではきっちり明記してないということで、うん、で先の、自民党の憲法改正推進本部の全体、会議ですね、会合では、まあ、その自衛隊の根拠規定に関して明記することですね、うん、これはあの先生の、お考えと違って執行部の一任という形で終わりましたけど、うんうん、これに対して、まあ、先生非常にご不満があったと、まあ不満っていうことでそれは違うだろうってことですけど、これそれで一応あの論議というのは、まあ、これからまた本格的にはですね、野党とかですねとの協議で、まあ、進めていくということになるわけでしょうかね。ならないでしょうね。ならない。ならないでしょうね。そうするとこの推移はどういうふうになりますかね。いや多分このままずっとずるずるいくんじゃないですか。いく。うん。ちょっと先生のお考えとは趣旨に沿わない形で進むということですかね。いや全く前に進まないということですよ。また、あ、なるほど。うん、全く前に一歩も進まず今の状態が続くってことでしょうね。そうそう、これは予測ですけど、予測、うん、それはそうなるかどうか分かりませんよ。結局その石破先生のがやっぱりその認めないと、その執行部の考えに対してですね、賛同を示さないということで進まないということですか。いやそうではない。で、ええ、そのまだ正式に、つまり憲法改正推進本部で一任っていうところまでが決まっていて、我が党の場合に党議決定は精神成長資本審議会っていうものですね、これを通り総務会を通らないと党の決定にすらならないわけですから、はい、の3月の党大会を前にバタバタバタとやりました、うん、私はあの議論が尽くされたなんて全く思っていない、うん、つまりいろんな問題が提示されてもそれに対する答えは全く出なかったわけですね、うん、単にいろんなことを言って時間が過ぎていって議論も出尽くしたようですから執行部一任ということでそこで止まってるわけですよ、うん、これから成長精神総務会が開かれる目処も立っていないですよね。で執行部一任で執行部がこういうことだというものを提示してで党内のプロセスを経てで党議決定をするんですけれど、それから国会の憲法審査会にそれを出す、でそれが議論の対象になるかどうかも、うん、この国会でもほとんど開かれなかったですからね、うん、ですからそこで議題になるまでにまた大変、うん、で議題になったとしても公論をつばくまた大変、うん、それはもう想像を絶する時間がかかるでしょうね、うん、なるほど。そうすると安倍さんがその会見を進めるという動きというのはもうそうすんなりはいかないということですね。いかないと私は思っています、うん、党内にも、まあ、そういう執行部の意見に反対する意見が根強いわけでしょ。まあ根強くても言う人と言わない人といいますからね、ですからそういう我が党は400人になんなんとする議員がいるわけですよね、はい、で毎回出席した人ってさあ50人いるのか100人いるのか、うん、で全く出席してない人もいますし、うん、出席しても発言のない人もいますし、分かりません、それは党内に異論があるかどうかは、うん、ですからこれは日本国憲法ですからね、最上位に立つ法ですから、それはもう全ての議員が自分はこう思うのだ、うん、ということを書面にして
出すべきでしょう。でそういうような、うーん、書面で出してねということもやりましたが、100人ぐらいしか出してないんじゃないですかね。でそしてその国会議員だけで決められる話ではないので、自民党はそれぞれの市町村に支部があり、都道府県にはそれを束ねる連合会があるわけで、それは国民投票というものが減るわけですから、それは支部ごとにちゃんと話をして党員の意見も聞かなければならないでしょう。でそれを丁寧にやってるっていうのは山梨県連ぐらいじゃないですかね。の山梨県を6つのブロックに分けてずっと学習会をやってきた。で他にもあるのかもしれませんが、私の鳥取県でも昨年1回2000人ぐらい集まっていただいて会話やりましたけども、その後丁寧に支部ごとの憲法の会話やってないんですけどね。でそういう丁寧に丁寧にやっていって、国民が有権者がそういうことなんだねっていうことが分かるまでやっていくことは必要なことだと思います。つまり今の日本国憲法って日本が独立してない時に作られた憲法ですからね。その制定経緯はいわゆる占領軍、これが一方的に作ったもので、その時の日本はそれに異議を唱えるような立場にはいなかったわけで、独立していない、主権がない、そういうような状態で作られた憲法だから、独立についての規定がないのは当たり前なんです、あるはずがないですね、だから国家主権ということはどこにも出てこない、国民主権は出てくるけどね、だそれを守るのが軍隊なんでしょっていう当たり前のことなんですけど、それが欠落してるわけですよね。でもこの憲法は独立でない時に作られた憲法なので、国家主権に関する条文がどこにもないですよってことを、例えば小学校で、中学校で、高等学校で、大学で誰か教わりましたか？私は教わった覚えがない。で憲法ってのは国民の日常生活に密接に関係するものではない。もちろん全ての法律は憲法に反しないように作られていますから、間接的という形で憲法には関係しているのだけれど、憲法そのもの、特に自衛権とかそういうものって日頃の生活に関係ないですから、そのことを朝から晩まで考えている人なんていませんですよ。それはこういうことじゃないですかってことを政治が語らない限り誰も意識しないでしょうね。なるほどね。それで先生の議論は、集団的自衛権をの行使は可能な、国にするということでございますね。憲法上は、憲法上ですね。これはこの間の解釈会見を、2014年の安倍政権の解釈会見をして、安保 法制も成立させて、そしてそれだけじゃまだ不十分だから正式に法改正も、憲法の改正が必要だということをおっしゃってるわけですかね。いや、私はそんなことは思っていません。じゃない、今の日本国憲法でも集団的自衛権は違憲であるというのは論理的に全く導き出されませんので、ですから集団的自衛権は違憲であるということは憲法上のどの条文を根拠にするのですかという問いに対して、それは憲法全体とか前文前文と9条一体的な解釈としてとか、そういうような答弁もあるけれど、論理的にカクカクしかじかっていうのは一度もない。全部国会答弁見ました。で学説でもきちんとそれを論証したものはないです。ですから集団的自衛権行使は違憲であるという考え方をしていますが、それは私は憲法上違憲だとは全く思って、政策判断として使えないということはあるかもしれない、使わないですね、使わないということはあるかもしれないけど、その根拠を憲法上に求めたところからあらゆる議論は間違ってきたんですね。なるほど。政策判断の問題ですか？政策判断の問題です。ですからそれは
憲法を作る議会において、うん、共産党の野坂三蔵議員が、うん、せめて個別的自衛権は認めるべきではないか、うん、という質問をし、うん、時の総理吉田茂氏は、うん、個別的自衛権すら認められない、うん、もちろん集団的自衛権なんか持ってんのか、はい、個別的自衛権すら認められないのだ、うん、と言い放ってるわけですよね、うん、それが個別的自衛権は認めるということになり、うん、そして安保闘争華やかにし頃に憲法上使えないという解釈が突然出てくるわけですよね。で、それは憲法上というところを求めたのはそれは間違い、憲法上は認められるが政策判断として集団的自衛権は行使しないというべきだったんでしょうね、うん、なるほど。そうすると法的な改正、あの正式的な憲法改正というのはこれ必要であるかどうかということはどういうのかお考えですか？集団的自衛権とは関係ないです。なし。それ論理の世界ですから、集団的自衛権は憲法とは関係がない、うん、そしてあの日本はですね、その独立主権国家でないと、まあ、集団的自衛権というものが憲法自衛権が憲法に規定されてないということによって独立的主権国家でないということだとあのおっしゃっている、まあ、文章があの本の中に書かれていると思うんですけどね、あのやっぱりその独立的主権国家でないということはですね、まだその日本がそのアメリカとの関係においては従属的な意味があるということですか？の集団的自衛権とは関係なくですね、はい、国家である以上、はいはい、自衛権は自然権なので、はい、憲法にどう書いてあろうが、はい、ね、それは平和的生存権に根拠を求めたり、うん、いろんな憲法上の根拠を見出してますが、うん、それは国家である以上、うん、自衛権は固有の権利として持っている、うん、私は日本国憲法上日本が主権独立国家ではないと書いてある、なぜということを言うつもりはありません。ただ主権独立国家で必要な規定が落ちているというだけのことを申し上げることです、うんうん、そうすると法的不備ということですか？法的不備でしょうね、うん、そしてそれを充足する、早急に充足する必要があるというのが先生のお考えだと。早急に充足したいですけれど、したいですけれど、うん、私ですら国会議員になって防衛の仕事をするようになって憲法というものに正面から向き合うようになって、一体何なんだこの憲法はということは突き詰めて突き詰めて考えて今日に立っているのであって、日々忙しい人たちにそういう話をしても何のことですかということになるに決まっているんですよ。ですから、でも今でも国民すべてに聞いたわけじゃないけれど、2項を削除しきちんと自衛隊を位置づける、つまり2項には陸海空軍その他の戦力はこれを失い、国の構成権はこれを認めないと書いてあるわけで、これは削除してきちんと自衛隊を位置づけるべきだという私の考え方というか、はい、自民党本来の考え方ですね、はいはい、で今ですらそれに賛同する方は3割いるわけです、うん、今ですら、はい、そうすると過半数に行こうと思ったらあと2割なんでしょう、うん、あと2割が説得できなくて、うん、どうして国家が運営できるんですかね、うん、それは国民は話は分かりますって、うん、どうせ分かりはしないとかね、どうせ賛同するはずがない、だからこれでいいだろうっていう、そういうやり方を私は取らないというだけのことです。なるほど。そのためにあの自民党を離党されたということですね、かつて。うん、それは、総裁が河野洋平先生になられて、憲法改正っていうのを棚上げしたんですね、うん、あの時にね、はい。私はなぜ自民党の国会議員でいるかっていうのは、憲法中んずく9条。うん、
これをきちんと改正するのだと、うん、これは自民党でなければできないのだと、はい、いうことで自民党の国会にやってるわけですから、はい、別に権力があるからいるわけじゃないんで、うん、それを棚上げされちゃったら、うん、それはその党にいる意味がなくなる、うん、その時に野沢一郎さんが新政党というのを作って集団的自衛権貢献であるって言ってたんでね、うん、私はまだ当選3回になったばっかりで若かったですからね、うん、あの頃小沢さんこそ真の保守だと思った人はいっぱいいると思いますよ、うんうん、なるほどね。先ほどその憲法問題について発言しない方も多いし、それから、発言したくない人も多いということですけど、なぜその、重要な憲法問題ですね、国会議員がですね、発言しないんでしょうか。それは当面の自分の選挙にプラスにならないからでしょうよ。ですから憲法の問題だっていう話をして人が集まらないし、街頭演説してもみんなが手を叩いてくれるわけじゃないんで、やっぱりこう議員の行動原理っていうのは票になるだろうかっていうことが一番根底にありますので、それが一つあるのと、こうきちんと勉強したことがないっていうことじゃないでしょうか。私も法学部法律学科ですけれど、この問題について突き詰めて考えるようになったのは国会議員になってからです。で、自分の考え方が確定するまでに10年ぐらいかかったんですか。だから憲法というあんまり表にもならないことに自分の政治家としてのエネルギーを割くよりは、それは公共事業であり、あるいは社会保障であり、財政であり、金融であり、文部科学であり、みんなそれぞれ自分の得手とする分野があるわけで、で憲法よりはそっちの自分が得手とする分野で自分の政治的エネルギーを使いたいなって思う人が大勢いる。いいとか悪いとか問題ではなくて、事実としてそういうことです。なるほどね。